明けましておめでとうございます、2021年本年もよろしくお願いいたします。小森プロ明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。新春特番ということで小森さんにいろいろな話を聞こうということで、はい、ここから12時間ぐらい撮影始まりますけどよろしくお願いします。お願いします。もちろんお正月っぽいでしょ今日。まあ、なんかお正月といえばやっぱ鏡餅、それからもう酒、それからまあカメラカメラどういうことですか。お正月はほらみんなが本当集まってね、わってこう集まるときだから写真とか撮りたいじゃないですか。まあ今年のお正月はねそういうことができないんで、はい、まあ、こう自分用にカメラを用意しました。はい、はい、バスプロ選手権の賞金でカメラを買いました。これちなみに機種は、これねあれですよ、ソニーの α7C ってやつですね。ああいいなあ、自分が今小森さん撮ってるこのカメラの兄貴兄貴兄貴分みたいな、はい、弟じゃないですか後から出てるから。うん、でもまあ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 、ちょっと態度のでかい弟なんかそれはちょっとまだ買えないなってぐらい高いやつですよ。レンズ買っちゃいました。トータルでいくらぐらい今これ25万ぐらいですよトータルで、まあ、シグマの広角欲しかったんですよね、はい、昔から僕子供の頃天体写真撮るのがすごい夢で、はい、いけちゃういけちゃうかなと、それをずっとねいろいろやってきたんですけど、最近はこうフルサイズで結構いいカメラが手に入るようになったんで、まあずっと気になってて、ずっと買おうと思ったら新しいのが出て、買おうと思ったら新しいのが出て、追いつかなかったんですけど、やっと追いついた。いやでもこれであれですよね、小森さんが優勝とかした時とかにコンクルージョンのホームページにより綺麗な、はい、画像とか写真、はい、優勝したらこれ全部こうやって自撮りこうやって自撮りでカメラをね買ってもね、結局釣りのプロやってるうちは使えないんですよね。誰かに撮ってもらわないと、はい、カメラを買ってあげる方がいいかもしれないですね、はい、撮ってくれる、はい、でもこれはだから自分が撮影するように、はい、ちょっとそういうのをしたかったんで、まあ、こうやってコロナ禍でね夜飲みにも行けない、人とも会えないんでね、やっぱり夜やることがあるとしたら釣り場とかやると星がすごい綺麗じゃないですか。そうですね、亀山なんかもちょっと外れ行くとすごい綺麗ですから、ね、はい、あと夏の桧原湖とかも、まあ、あれをねぜひちょっと機会があればインスタとかで皆さんに見てもらおうと思ってるんで楽しみにしてください。はい、はい、小森さん、はい、うち釣りのチャンネルなんで今まで一個も釣りの話出てないんで、はい、そうですね、2020年いろいろなことがあったと思うんですけど、そこを、はい、軽く振り返っていただきつつ2021年の動きみたいなのを教えていただけると、はい、2020年振り返ると、はい、12月17日にこの鏡餅を買いました。そうですね、はい、でこれはですね、夏8月17日に2部プロっていうコンクルージョンのサポート選手から送られてきました。アルファセブン2これは12月、15日にサンタさんが持ってきてくれました。小森さん、はい、うちのチャンネルが、はい、釣り大好きな視聴者の方がすごいいっぱいいるチャンネルで、はい、今のところまだ一個も釣りの話出てないんですけど、はい、ちょっとこれを釣りのプロから送ってきたんですか。説明が悪かったかもしれないですけど、はい、2020年の釣りについて、はい、まあ自分から言うのもなんですけど、はい、バサオールスタークラシックで大活躍されて、はい、バスプロ選手権で大活躍されて、はい、が欲しいんです。全部1年前の話ですね。それが欲しいんです。はい、いや、何年か前にも、ちょっと、バサさんの方にも書かせてもらったことあるんですけど、あんまり過去を引きずりたくないんですよ。ご覧の通り、僕の家に来て、釣り子さん見てた通り、いつも思うと思うんですけど、盾とかカップとか一切飾ってないんですよね。飾るスペースがないほどいっぱいもらっちゃったっていうのもあるんですけど、僕は釣りをやめたらこのワームたちを全部落としてここに盾やカップを飾るかもしれないですけど、まあやってるうちはやっぱり去年は去年、今年は今年なのであんまり引きずらないんですけど、まあその引きずって思い出せと言うんであれば、はい、辛い過去も苦い思い出もちょっと振り返ると、まあ本当に2020年はとんでもない年でした。まあ皆さんにとってもだったと思いますし、世界中がこういう年だったので、まあ本当になかったことにしたい、今年は2020年パート2っていうぐらいの気持ちなんじゃないかなと思ってます。なのでね、あんまり振り返ってもいいことはないんですが、まあ、釣りに関して振り返ると、やっぱり春先のバサーオールスタークラシックから春が始まり、で、まあ、惜しくも優勝を逃し、まあ、ずっとそれは1年間悔やまれましたね。その後それを
埋めるほどの試合がなかったっていうのもあるんで、もうずーっとあの外れちゃった一本がずーっと今でも手に感触が残ってますね。だから思い出したくないですね。そうですね、見ててもなんか一緒に叫びましたもん、はい、テレビの前でうわーって叫びました。もうあのね、優勝を逃した瞬間の手応え、本当にね、魚の重さ以上に重たいものが外れた瞬間が本当にテレビで分かったのと同じぐらい、バスボール選手権では優勝した瞬間っていうのが本当にその魚一匹の重さ、最後の人は 400g なんですけど、400を200かなんかで入れ替えたんですけど、その一本よりも重たく、やっぱりその感じたっていう、 400g の重さじゃないものを感じたっていう、その一匹の重さっていうのを試合を通じて重たく感じたっていう一年だったかなと。一口で言っちゃうと、そんな本当にまあその目立った試合が2個しかなかったんでね、その1個で優勝が手元から転がり落ちてき、もう1個の試合で優勝が手元に転がり込んできたっていう、本当に平均成績で言うととんでもない成績なんだね。そうなんです。だからね、これがね難しいところでね、15番よりは3位の方がいいかもしれませんよ。だけど優勝を逃しての3位っていうのは、もう15番とも一緒負け、優勝に届かないとこから3位まで持ってったんだったら、これは僕の中で勝ちです。だけど優勝を逃しての3位っていうのはもう負け、だから負けと勝ち、はい、去年は天国と地獄、まあそんな感じだったから、その釣りの内容はどちらもパーフェクトゲームだったんで、春のバスオールスタークラシックもゲーム内容は完璧だったと思います。ぜひ今でもバスターさん引っ張り出してみていただければ、もう絶対に今でも勉強になること書いてあるとは思うんですけど、だけど僕としては負け、ゲームとしては最悪な、もう最も僕が傷つく結果で終わってしまった。でも過去にはタイトルホルダーとしては、そのタイトルもまあ以前はもっと前は取ってますし、はい、だから順当にバスプロ選手権のタイトルって持たれてる、初めてですよ、出るのが2回目なんで、でそれもタイトルもゲットして、はい、じゃああと釣り子 TV カップだけですね、持ってやってるんですかそれ。結構栄誉ある大会で、なかなか出れない、はい、なかなかどこでやってるか、いつやるかもわからないから出れないんですね。結構秘密結社みたいな要素はあるんで。やったかどうかすら結果も出てこないと。それは出てこないですね。それは優勝してもわからないですね。はい、でも、それ取らないと一発にはなれない。優勝しましたよ、それ。いや、小森さん、まだ出られてないです。出られてないです。はい。ありがとうございます。はい。じゃあまあ、去年のはまあ去年なんで、いろいろ喋っていただいたんで、はい、ここら辺で、いよいよ2021年がスタートっていう。乾杯で。乾杯で。乾杯に行きますか、これ。ちょっとこの後もいっぱい撮りたいんで、はい、ちょっとろれつ回んなくなると困るんで、はい、酔ってないうちに、2021年の、はい、まあ、コンクルージョン的な動きとか、何か今言える範囲で、こんな、まあ、目標であるとかいただけると助かるんですけど。そしてまだちょっとこうお正月気分といえども、まあ、コロナ禍が続いておりますんで、まずはね、2021年の目標としては、この世の中をどうするかって言われても、僕にはちょっとね、そこまで壮大な力はあるのかもしれないし、今のところ見出せてないんで、大きな目標としては自分のことしか言えないんで申し訳ないんですけども、まあ試合が再開されるにもされたならば、やっぱりタイトル目指してその結果を求めて、そのね、やっぱ試合がなかった分、本当に暴れ回りたいなと思ってます。そのために向けて努力もしたいし、体も作っていきたいし、準備をしていきたいし、まあそれが一番ですね。とにかく無事に試合開催されて、それを無事に1年が戦い終えて、なおかつ自分の満足のいく内容であること、まあそれが今年の目標なんですけども、まあそれに向けてどういう動きをしていくかっていうことを、まあ4月からトボユーティーのが始まります。その4月にですね、去年バスプロ選手権で獲得した、JB のスーパーバスクラシックがあります。このタイトル戦、いきなりタイトル戦ですね。なので、まあ、まずはこれの優勝を、狙って、川口湖もう一回頑張りたいと思ってますね。でそれから、初戦の、まあ、今のところ発表されている日程では4月が初戦なので、まあ、その初戦、そこですね、まあ、それが順調にスタートできれば、おそらくその後の試合もできると思うんですけど、まあそこはちょっと世の中の流れを見ながらなので、試合に関してはちょっとまだフラットに、再開された暁にはもう魂をかけて戦うという約束しか今はできないかなと思ってます。
で続いてコンクルージョン的な動き、まあ、2019年の年末に今コンクルージョンというのを発表させていただいて、2020年から本格始動の予定だったんですが、まあコロナ禍で思ったことが、まあやってはいるんですけど、伝えるっていうことがちょっとね、やりにくくなってしまって、まあその中で、まあ、こう、2020年年末にはロットがですね、発売されました。買いました。ありがとうございます。めっちゃ高かったです。めっちゃでもないですよ。世の中高い差がいっぱいある中では、安い方です。それだけいいもの使われてますからね。はい。これですね。これ、68のポルトン。これ違うな。これ失敗したかな。失敗作ってのか別に。あのね、失敗作ってすごい。失敗っていうの何が失敗なんだろう。言い方が悪いんですけど。ちょっと違う仕様っていう。そうなんですよ。印字の位置であるとかね。やっぱそう、印字の位置と、最初の、ビールシートの大きさとか、そういったとこが変わっちゃってるんですけど。で、使いやすく全部微調整されて、いよいよ市販バージョンという。が、出ておいで。これ酒飲んでたら危ないですね。やっぱ折っちゃいそうですけど。いや、折れないです、僕の竿は。こんなことでは。こんなところで竿ったことないですよ、僕。僕が竿ったので一番多いのは車の扉ですよ。束ねずに後ろから突っ込んで閉めたら、助手席とか、リアシートの走ってる時、あれ棒が出てるって気づいて竿だったことが、過去にもう6回ぐらいかな。まあ、これですね。2020年の、まあ、年末に発売されたコンクルージョンロット。こう、まあ、使い勝手とデザインに死ぬほどこだわった僕の、まあ、バス釣り人生の全てを詰めて作り込んでいこうとしているモデルです。まあ、コンクルージョンとしてはですね、この2021年は、またロット、継続開発、継続発売の予定です。今期は、ベイトモデルのロットが1本確実に決まってます。ベイトの65なんですけど、65表記は ML になるか MLS になるか MS になるかちょっとまだ決めてないんですけども、まあ、ソリッドティップの、ベイトワーミングっていうロットですね。まあ、あんまりここで喋っちゃうと他に同じようなサーが出てきちゃうかもしれないからやめときます。じゃあもう出るぞってタイミングでぜひ取材させていただけると。はい、はい、自分もちょっとこの前のイベントの時に触らせていただいたんですけど、はい、とにかく軽くて、はい、でも無茶な曲がりだけどタフブランクスで壊れない、はい、そうですね。あ、行っちゃったのか。やっぱでもね、目的としては言ってない部分もあるんで、はい、まあだん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 やっぱその、まあ、バーミング用のロットなんでね、まあ、ベッドフィネスからの流れでこういうロットが今後絶対みんな欲しいと思ってるっていうところをついてきてるんで、楽しみにしてほしいと思ってます。小森さんが作る竿だから、まあ、勝てる竿っていうそんな感じになってくる。まあそのね、競り勝つっていうか、そういう自分のイメージがしやすい、こういうことしたら差がつけれるなってやろうと思ったことが思った通りできない道具だと困るじゃないですか。それができやりやすい竿ではあるのは間違いないです。はい、竿のところではそんなスタンバイがあって、はい、まあ、コンクルージョンはもう一括にっていうことだと思うんで、はい、メガバスからはコンクルージョンカラーなんか去年は例えばバーンって出たじゃないですか、はい、ああいうルアー的なところで何か面白い動きとかあったりするんですか。そうですね、コンクルージョンカラーに関しては、まあ、初っ端とすぐ売り切れてしまったんで、買えない方も結構いたと思うんですよね。なので、追加でまた入ってくる予定なので、そちらは春までには、春頃かなには、まあ、ワンテンの一番活躍する春先のシーズンに間に合うように、まあ、頑張って、一生懸命作って一生懸命色塗ってもらってますんで、ちょっとお待ちください。必ず帰ると思いますんで。で、まあ、そのコンクルージョンから、ま、違うアイテムで乗っけられたらまたやっていきたいなと思うんですが、ちょっとメガバスで今作ってるルアーがありまして、愛人のルアーで。それ、結構今なんか、はい。大丈夫なんですか？行っちゃって大丈夫？そこまでは行っちゃって大丈夫ですね。作ってるんですか？まあ、見せられない。まあ、ちょっとじゃあ、釣り子さんだけ見せちゃうけど、これ、放送しないでくださいよ。はい。モザイクかけてもやばい。まあ、遠くからモザイク、ぶわーってかけてるやつ。ぐらいだったら大丈夫。モザイクで何も見えないぐらいにしてください、ね。形も、はい、大きさも、はい、長さも。それはすごい見たいんですけど。酒とか置いてる場合じゃないですけど、ね。はい。うん。モザイクで絶対、こう、わかんないようにしてくださいね。はい。愛人だということにしたいと思います。はい。
毎日のルアーが、ね、いっぱい出てるんですけどね。すごい数ありますね。はい、まあ、あのサイズ別重さ別でいろいろちょっと作ってもらって、はい、まあ、これをテストして一番ベストなものをやっぱり商品化していくんですけども、まあ、ちょっと自分でこだわってる部分は、はい、まあ、いろいろそこは言っちゃっていいのかな。やっぱ IG なんでね、やっぱりあのまずはまっすぐ引いてこないといけない。はい、で、まあ、目はですね、カラシっていうルアーがあって、はい、これあの基本的にはあのリップレスミノなんですけど、はい、まあ、IG で使ってもらってもすごい直感が出せるんですけど、はい、まあ、あのカラシ投げてもらった方が分かると思うんですが、はい、めっちゃ飛ぶじゃないですか、はい、あれ重心移動入ってるわけでは、ね、あのなんていうか LBO が入ってるわけじゃないので飛ぶんですよね、はい、LBO 入ってなかったですよね、ですね、はい、で、まあ、あんだけの距離が出せる、まあ、ルアーのその作り込みでは、はい、そこまでの精度が出せるんですよ、はい、まあ、そういったことを考えてやっぱちょっとよく飛ぶ、はい、これがまあ絶対条件、はい、で、僕はどうしてもそのルアーが泳ぐときに作り出すボディ側面が水を押す力、はい、フラット面ですよね、よく、はい、そこの面がしっかりと水を押すっていうのを意識して作ってもらってます、はい、で、まあ、あとはもうその見た目ですよね、はい、あの表層近いところでバスが一回スローになって食うことが多いんで、はい、その餌と間違えて食っちゃうんじゃないかなっていうぐらいのリアルさ、はい、これもメガバスの得意分野なので、はい、まあ、その辺を、ちょっと盛り込んだ体重を作っています。無事発売できるかどうかは分かりません。サイズもまだ決まってません。スピニングで投げるかベイトで投げるかも決めてませんというアイテムです。ただ我々エンドユーザーその全て完成した一個のものが製品として、はい、見るんで、はい、これだけ細かいあの重さであるとかミリ単位で調整なされて、はい、で小森さんとかがもうどこつかにちょっとテストして、はい、でこれっていう感じで製品になってくる。そうです。その中で、まあ、一番釣れたものじゃないし、ね、一番使いやすいもの、はい、その釣れた釣れないのその時のタイミングもあるんで、はい、やっぱりやっていく中でそのこれ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 12個あるんですけど、はい、この12個の中の、まあ、一番ベスト回、はい、2番目3番目ぐらいまで絞り込んで、はい、まあ、製品化していくと思うんですね。でその中で、まあ、例えばサスペンド仕様だったらこれとか、はい、いうのも決まってくるし、はい、その、まあ、すごいのはね、これ水槽にバチャンって運ぶとやっぱり、ね、すごいのが、はい、計算したのがちゃんと浮きかよっていうぐらい綺麗にこうなるんですよ。ホールディングが浮くし、サスペンドの上のやつはちょっとびっくりしてました。はい。中のやつはこんなに浮くし。はい。で、早くしてみたらトーンとしてびっくりしてみたらゆっくりしてみます。はい。綺麗にこうやってね、並ぶんですよ。へー。まあ、それを見て、どれが一番扱いやすいのか、アイジで狙うっていうのはどのレンジなのか。完全に浮いちゃった方がいい時もあるし、沈んじゃった方がいい時もあるし、もっと早く沈めたいっていうちょっと変わった使い方もこれからは出てくると思うじゃないですか。そういったのも全部ひっくるめて、じゃあどれがベストなの、でどうこうどうしていったらどういう点ができるのか、はい、今はちょっと考えて作ってます。まあでもこの感じだからまだまだハイシーズンにちょっと釣り込んで、はい、当時はまあ例えば2022とか順当にいってとか、いや今年中になんとかしたいと思ってますよ。はい、これかなり出来上がってる状況なので、はい、あとどれかってチョイスするだけ、はい、多分設計上僕に理想を出した言葉の中の設計上これは無理っていうことは全部削除してできるところを全部形にしたものが叩き上げです。でもできなかった理由をここまで説明をちゃんと受けてないから何でできなかったのか、はい、どこしたらできるんじゃないかって、はい、これから工夫でクリアできる問題を探していって、はい、それを乗っけていって第2弾、はい、第3弾はその全部トータル的なバランスで形にしていってっていう感じで、はい、その時にはこの12個の中のサンプルからどれか2つぐらいに絞ってないとダメかな、はい。まあ、僕らそのサポートプロって言ったりするとその作る側が本当はね多分今日で作ってとか金型を作ってとかそっちもみんな知りたいのかもしれないけど、その工場的な工業的な作るっていうのを除いたこのアングラー側から作るっていうのはこういうアプローチをしかない。まずは簡単な絵を描いてそれをこういう叩き上げの商品にしてもらってそれを僕はこうまたどっかプラスアルファがあるマイナスがあるって付け加えて最後に飾りパーツがついていって決まった、はい、ちょっとね今モザイクかけるのめんどくさいんで小森さんの顔のドアップにしてますけど、はい、このちょ、まあ、モザイクかかってるんで、ね、結局これ見たってモザイクですか大丈夫ですか、これモザイクだったら大丈夫ですか、この大きさ感とか出ちゃって大丈夫なんか分かんないぐらいのモザイクでしょ、どうかな
ちょっとやってますね。はい。魚のマークぐらいでしょ、ね、はい。ちょっとやばかったら、ここガサッとカットするんで。はい。できないと思ったら。このままでも釣れそうですよね、十分。はい。いや、こだわってるってことは一切言ってないですよ。はい。こだわってるのはこのアイデア、アイデア顔なんですけどね。はい。大丈夫ですか、それ出しちゃって。出さなくていいです、それは。それ出しちゃって。だからそれ、ついてて。今これ回ってますからね、カメラが。堀さん。これ出しちゃうんですよ。はい。あ、P ですね。P。P ですね。楽しみですよ。これは楽しみですね。楽しみですよ。出しどころとしては、小森さん流 IG 出す出しどころってのはどういう感じになるの？IG なんですけど、まあ正直ワームでもできる釣りなんですよね。はい、ライク 2.5 とか使ってカットテールとかでもいいですし、はいはい、まあ、ゲリーワームでやるときはもう2千個とか多かったかな。はい、まあちょっと沈んじゃうんで、はい、まあフローティングのワームでやることが多いんですけども、まあワームでもいいんですけど、プラグとワームだとやっぱり若干やっぱり最後の食いに差が出るじゃないですか。その食うときに柔らかいものだと思って食いに来てるんだったらもうしょうがないですけど、見た目で針がついてるとか見た目で生きられてるんだとしたら、ワームの方が光が通るからいいやとかで食ってんだとしたら、それはメガバスの技術を持ってしたらしのげると僕は思ってるんですよ。なのでやっぱりワームに負けないプラグ、 IG っていうと完全にリアルワームと勝負になるじゃないですか。で、他のミドストとかは多分ワームじゃなきゃダメなんですよ。ワームを動かすから、動いてないんだからこれもワームじゃなくていいでしょって思うのにワームに負けちゃうじゃないですか。ここは僕も相当なワーム使いですけど、プラグで勝負したいところなんですよ。できるならその方がいいです。IG に関してはワームに負けないでほしいと。ミドストは負けてもいいです。フリーフォールなども完全に負けて結構です。実はだって夏ぐらいに小森さんの取材行った時に、はい、なんだろう、作る作らないとか全然別で、はい、愛知の話は小森さんとしてたんで、はい、まさか今そんで次に会ったらこんな感じになってるってもうびっくりなんですけど、そうそう、はい、早いなっていうか、すごいすごい、そんでこれだけ膨大なプロトで釣れるルアーって作っていくんだってのが橋が見れたので、ここありがとうございます。いえいえ、はい、カラシっていういいルアーがあるんで、はい、あれはでもバスにスイッチを入れるルアーなんで、はい、これはどっちかというとスイッチの入ってないバスに追い食いさせるっていう使い分け方をしてもらえたらいいのかなっていうのが大事だと思ってるんで、まあ楽しみにしててください。シーバス用に1個買います。シーバス用に、はい、わかりました、はい、で、お正月スペシャルなんで、はい、どうですかね、その他に何かスペシャルなんでね、スペシャル情報ありますか。いや、メガバスからはコンクリート上から今年こういう IG 系やらせてもらってるのが出てきて、まあ、他にも多分アイテムがいっぱい出てきます、まあ、知ってるけど喋れないものがいっぱいあるんで、ね、ちょっと楽しみにしてください。ここに来てね、またすごく、メガバスルアー、日本のフィールドにマッチしたとってもいいものがいっぱい出てきますんで、僕も楽しみにしてるものがいっぱいあるし、僕自身が作っていくものもいっぱいあるし、まあメガバス小森釣り行こう今年は、それからコンクルージョンからメガバスルアー、ぜひ継続的に楽しみに、そんな年にしてほしいなと思います。小森さん、ありがとうございました。じゃあ新年一発目ということで、はい、ここら辺で締めたいと思うんですけど、もちろんじゃないですか、短い動画ですね。いや、この後細かく10時間分ぐらい撮影して、はい、いろんなゲイリーからも今年いろいろとまたワームが出ていく予定で、その中で僕が知ってるだけの情報では2点あります。名前だけ言っちゃうと、ヤマミミズとヤマタヌキっていうね。ヤマミミズとヤマタヌキ？はい。